さあ、ゆいさん、まもなくですね、東久留米店、まもなく到着ですよ。俺がハーレー行ってどうすんの？ハーレーに呼びたいって言って、わざわざここまで連れてきてくれたんですよ。わかります？その意図しっかり詰めてきてくれたって、俺2時間もかかってんじゃねえかよ、ここまで。これで行きましょうよ、今日は。富士山まで行く？じゃあ。何言ってんの？アポロチャンネル。今日どうですか X350 乗ってみて。まあもちろんですけど、短期間の GB350 より速いです。いや、そりゃそうでしょ、あんなオンボロバイクあからさまに GB350 より速くて、この期間も強いです。当たり前だろ、あんなオンボロバイクと一緒にすんなよ。うるせえよ、何回も言うからね。まあ今日はハーレーダビッドソン東久留米店さんにお邪魔させていただくんですけど、迎えてくれる準備がちゃんとあるんです。アポロチャンネル、初めてのナレーションでございます。私、アポロチャンネルのサーサと申します。今回 GoPro の撮影で音が取れてなかったという緊急事態がございました。ぶっちゃけ GoPro ゴミっす。ゴミオブゴミス。まあでも今回 GoPro がそのようなクソ不具合が出たおかげで、今回ナレーションを入れさせていただく機会を設けてくださったということで、めちゃくちゃありがたい気持ちということで、ポジティブに考えていこうかなと思っております。果たしてどんな展開が待ち受けているのか、ご期待。さあ、ゆいさん、まもなくですね、東久留米店まもなく到着ですよ。俺がハーレー行ってどうすんの？とりあえず2024のハーレーを見たいなっていう。買えないのに？はい、いいなーで終わるっす、今日多分。どうせだったら免許あんだから買えよ。ローンでもなんでもいいからよ。いや、買えるわけねえんだって。嫌いなんじゃないの？いや、ハーレーはいちこちゃんが乗ってるから好きです。いちこちゃんにこないだ X で言われてたじゃん。なんてですか？人の車とかディスってんじゃねえよみたいなさ。ハーレーねえじゃねえ。いや、間もなく出てくると思います。こんな住宅街に。やっぱりバイク屋さんは田舎にあってなんぼだと思うんでね。なんで？だって土地ねえじゃん、土地だけし。高い土地でやっていけないの、バイク屋。バイク売れてねえもんな。はい、川崎の Z900RS の売れ残りっぷり。ああ、やばかったね。でもなんか ZX4R のリコールやばくない？やばいっすね、あれ。大丈夫なの？それに伴って忍者400もなんかあるかなと思ったけど、何にもないんですよ。やっぱ忍者400はいいバイクですよ。エコーバイクなんで。いやいやいや、あ、ゆいさん、うん、初心者バイカーですもんね。あの、今ね、はい、思ったよりこっちに来た。そうやって忍者をバカにするから忍者の神様が怒ったんですよ。何その忍者の神様。忍者の神様は忍者の神様ですよ。言ってて恥ずかしくねえの？いや、ちょっと恥ずかしいっすね。てか、ねえじゃん、ハーレー。いや、間もなくです。右側に見えてきますよ、多分。あのオレンジの看板、そうじゃないですか。違う？あ、寄ってないじゃん。いや、もうちょい先、もうちょい先。全然違うじゃん。いや、もっと奥にオレンジの看板あったんですよ。これ、吉野家だろ。吉野家じゃん、もうね。だだっ広い土地がいっぱいありますね。だだっ広いって、小馬鹿にしたような言い方すんじゃねえ。ほら、ありましたよ、ほら。あの、緑色がだか黒だか、あそこですよ。え、これ？はい、これですね。よし。ゆうさん、着きましたね、ハーレー。今日はケイチさんがいます。ケイチさん、ケイチさんです。今日あのハーレー連れてきてくれたケイチさんです。これをハーレーに呼んだ理由は何ですか？いや、それはもう中入れば分かりますから。今日はケイチさんがユウイチさんをハーレーに呼びたいって言って、わざわざここまで連れてきてくれたんですよ。分かります？その意図しっかり詰め、連れてきてくれたって、俺2時間もかかってんじゃねえかよ、そこまで。危険だよ。ユウさん、でも中型免許しか持ってないから、よく考えながら今日は店をね、回っていただけたらなと思ってますんで。帰っていい？ダメです。よし、行くぞ。行きますよ。いやいや、かっこよ。ユウさん、東久留米店さんです。あ、お邪魔します。どうも、こんにちは。アポロチャンネルです。今日はあの、ゆういちさんのバイクを買いに来ました。いいよ。マジっすか？はい。買わないし、近い。今見せるべきは俺の近肌じゃなく、はい、ハーレーダビッドソンです。いや、映ってます、この辺に。あの辺ちょっと映ってるみたいです。お前、ブザねえかよ。ゆうさん、肌近えよ。
言わせてもらっていいですか。あ、いいっすよ。ちょっと距離取って。いや、絶対に説明したいんだ。何の説明すんの。マイクの説明してみろよ、お前。ハーレを見てください。ハーレ、はい。で、僕の免許じゃ乗れません。確かに。僕の経済力じゃ買えません。確かに確かに。とりあえず今日はゆうさん中型しか持ってないでしょ。ハーレーで乗れるバイクがあるんですよ、ちゃんと。1個目が X350、うん、ね、知ってますよね、うん、さっき乗ってましたね、うん、もう1台、うん、今日ね、日本一のスペシャリストマコトがいるんですよ。マコト何のスペシャリストか言えよ。え、チューニングやメンテナンスの日本一のハーレーのマコトがいるんですよ。紹介していいですか。マコトゥーって言って大丈夫なのか。いや、ちょっとやばいです。今ちょっと震えてるっす。はい。ちょっとマコトゥーのとこ行きましょう。どうもこんにちは、はじめまして。マコトゥース。はじめまして。マコトさんだろ。え、じゃあマコトゥース。マコトゥース。あ、なんか、はい、噂ですと日本一のメカニックというかチューナーだって。いやいやいや、もうね、誰もそんな根拠ないんですか。なんか二宮さんの右腕らしいっすよ。いやいや、二宮。え、マコトゥー、あ、どうぞ。ほら、え、そんな気さくな感じ。え、そうっすよ。え、俺もしていい。いいっすよ、いいっすよ、やっていいっすよ。いいっすか。はい、おい、なんでチョキだ。じゃあさ、俺さ、マコトゥーとマブダチだから、だから今日ちょっと連れてきた。ほら、ね、マブダチなんですよ。日本一のメカニックとマブダチのケイチさん、そのケイチさんが連れてきたかったユーイチを。どういう意味か分かります。バーッと店内見て、バーってバイクあるでしょ。いっぱいバイクあるじゃないですか、うん、あの奥になんか見えません。あの水色のあれ、三輪なんですよ。ユーイチさん車の免許持ってますよね。うん、持ってますよ。乗れますあれ。今日あれ乗ってもらおうと思って。え、ですよね、マクトゥー。おい、ちょっと帰んじゃん。おい、ちょっと待ってよ、これ。やめだって。今日、そうですよね。何のメガネかけたんですか。いや、今ちょっと手つなごと。今日は、その、三輪の素晴らしいバイク。しかもあれ、2024モデルなんで、ゆういちさんに乗ってもらおうと思ってんですよ、今日は。あの、はい。乗りませんって。あ、でもこれ。ネットインって言っていいのかな。確かに。あ、すごい。すげえ広。これフルフェイス3個入るよ。3個くらい入りそう。もう思ったより入んないっすね。でもめっちゃくちゃかっこいい。だ、今日はゆういちさんにこれを試乗してもらおうかなって思ってるんですよ。しません。いや、しますって。え、だってわざわざ倉庫から出してくれたんですよ、このバイク。ねえ、分かってる？ねえ、マコトゥが倉庫からわざわざ出してくれたんですよ。ねえ。だ、今日はね、このバイクにゆういちさんが乗ると。乗らない。何でですか？こういうバイクって車体斜めにできないんですよね。ヘルメット入れないんだ。いや、むしろヘルメット必須。ヘルメット入れないし、あの、傾きますよ、ね、いや、傾く要素ゼロじゃないですか。傾く要素、気持ちで曲げてくれってこと。気持ちで曲げる。あ、ここにもしかしてサスペンション。大丈夫です、大丈夫です。こんなバイク乗る機会ないっすよ。まず足ここにかけてもらって。お、はい、いいっすね。逆足じゃダメです。で、これメインスイッチですね。あ、もう入った。あ、スイッチ入りましたね。うわ、超かっけえ、マジで。ゆういちさん、楽しみっすね、今日は。自分の音楽もこれね、全然できます。え、じゃあ今日はアポロジックの虹流しながら行きます。それメイさんだね。ちなみに参考までに、ね、これっておいくらなんですか。おいくら、はい、ちょっとあの、今調べますね。ちょっと帰りまで見ときます、ね、いや、あの、今聞きたいです。今大体でいいんです。まあ、ちょっとこういう感じかな。どうしました、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 ゆういちさん、どうしました。いや、はい。はい、440万。490万。ゆういちさん、あの、僕の車5台買えます。これで行きましょうよ、今日は。富士山まで行く？じゃあ。何言ってんの？ノーヘルで。俺は、はい、これはすごいかっこいいと思う。はい。ハーレーラビットか。使い勝手もいいだろうし、でも俺これで曲がれる気がしない。今日はこれ乗りますって。弁償したくない。いや、弁償は弁償、しょうがないです、それは。そしたら肩代わりしないと。あ、じゃあいいじゃないですか。じゃあ大丈夫だ。いけるいける。あ、よかった。書類交わしていいですか？な、ちょっと待って、あれ何？え？あれ。あれ、うん、あの手前のやつ、うん、あれブレイクアウトっす。そう、かっこよ。あれかっこいいっすよ。でも、うん、ゆういちさん免許ないんで乗れないっすよ。知ってるわ。おめえあれ試乗する勇気あんのか。ないっすよ。俺もねえんだよ。俺は乗んないっすよ。俺も乗んねえ。いや、ゆういちさんこれ乗って僕忍者で後ろからついてくんで。頼む、一回だけ A 取りたい。顔ファン喜ばせたい。女性ファンを歓喜させたい。だから、はい、
そうなると、はい、ね、帽子が飛ばないように帽子脱ぐじゃないですか。はい、俺のデリケートな頭皮が見えることになったんだぞ。今日はフルフェイス被んないとインカムで繋がって喋れないんで、今日は特別にヘルメットつけて大丈夫です。いいですか、はい、乗りません。ゆりさん、あのバイク女子好きでしょ。大好き。モテるよ。あ、来た。いや、借りたバイクでモテないっす。じゃあ後ろにマコトゥ乗っけます。ヤクだろ。え、ゆいさんが運転で後ろにマコトゥ。無理です。なんでですか。怖い。いや怖くないです。排気量マウント取られなくなる。あ、確かに俺が一番だってできるから。確かに俺が一番だ。得意じゃないですか、いつもの。だからお借りしたバイクで誰もクソもないから、ね、じゃあゆいさんがこれ前乗って後ろにマコトゥ乗っけて、で二宮さんに会いに行きましょう。じゃあもう適当言うのやっていうかさ、はい、あれ乗ろうよ。あれあれは俺乗んないっすよ。試乗はしないっす。見ててあげるから。いやマジで大丈夫。またぐらいで。またじゃあいいよ、ゆいさん。俺あれ乗るから、うん、ゆいさんあれ乗ってよ。マジで排気量マウントツーリングしましょう。うん、2人で乗ってくる。はい。いやいやいや、さあ、そう乗るんだったら後ろ乗してよ。さあ、ということで皆さん、本日はですね、初めてのタンデムでございます。おお、トライク乗ってますね。そう、今日はね、後ろからケイシさんがね、トライクで後ろから追いかけてくれてますよ。どっちもね、超排気量、超高価格バイクですけども。はい。振動、これ高揚するね。これ、排気量いくつだっけ ?1800cc っす。うわお。いや、半端ね。このトルクやばくないっすか。これさ、このトルク、なんで左肩に手添えてんすか。いや、だって俺ベルトで押しが抑えきれないんだもん。ちなみに僕これクラッチマックスで開けてないですかね。マジ半クラでこれっす。やめろやめろ。超楽しい。ブレイクアウトしましょうよ今日は。俺がブレイクアウトしてる。これやば。ガッツ超かっけえ。ノーヘルで乗れるの最高だよ、ね、いや本当にかっこいいっすよね。ちょっと怖い怖い。ハハ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 。あー、めっちゃおもれえこのバイク。どんな感じなんだ。いや、これは楽しいっすね。これ350万だってゆいさん。安全運転頼むぞ。この手はい立ち足っす。やめろって。楽しいっすね、ゆうさん。でも時速30キロ、40キロでこのトルク感じれるって思う。やばいね。面白いっすね。戦車じゃん、戦車。いや、戦車ではないっすけどね。戦車って。これ左行って、ぐるっと回れます、うんうん、そうそうそう。本当に、うん、こんな細い道行くの。うん。そんな細くねえだろ。やめろやめろ。マジでやめろ。俺、その上で繋がれたらマジで落ちる。マジで落ちる。逆に危ねえって。え、これね、ゆいさん欲しくなりますよ、マジで。ゆいさんもし免許今後取って、うん、これ試乗したらダメっす。ローン組んじゃう。え、ローン組んじゃうっす。こんなレベル。はい。でもこれリアタイヤの格好者から考えてやっぱりこれ一択かもしんねえよな。そうっすね。あれ買うんだから。しかもフロントが前に出てんのもかっこいいじゃないですか、うん、おいえうわぁ、ってことはあれですね、ゆいさん、女の子を後ろに乗っけてこういう風にやると密着できるってことでいいですか。もう密着せざるを得ない。後ろに乗ってるよ俺、サーバーの背中にお腹ペイチ。でもさ、こんなバイクよりさ、もっと重たいさ、バイクに乗ってるさ、メイさんとかってヤバくないですか。ヤバいよね。しかもあんな華奢でさ、なんかこうやってやっぱり乗ってみると、うん、凄さがわかります。わかる、わかる。いやー、ちょっといい経験させてもらいましたわ。やっぱり知らないでいろいろ言うより、知っていろいろ言う方がね。そうですね。説得力があるんで。いや、着きました、ゆいさん。いや、ハーレーマジ最高。なんかちょっと好きになっちゃったっす。ちょっと待って、無理無理無理。これ以上いけないっす。うん、降りるよ。はい。はい、これ以上行きません。あ、ありがとうございます。いや、めっちゃ楽しかったっす。楽しかった。あ、よかった。やばいっす。ちょっと、はい、これ映して。うん、体になっちゃった。